はい、おこんばんにちは。ゲーム実況をしております、ホムラと申します。今日もよろしくお願いします。はい、では今日もミラーズやっていこうと思います。編成の方はですね、リオンとホトリの2体編成ですね。まあこちらの2人は姉妹ということで、まあ、昔リオンの動画を撮ったんですけれども、ホトリちゃん含めての動画を撮っていなかったので、今日はこの2人の編成でやっていこうかなと思います。でちなみに陣形の方はこのユニオンアサルトですね。これが闇と光の強化がされていて、闇の方が攻撃力アップに、光が防御力アップにということで、まあ、編成のコンセプトとしてはこんな感じのメモリアになっておりまして、リオンにはもう攻撃特化でディスクが来たら抜いてもらうっていう感じのと、ホトリはマギアの方がかなり特殊というか面白い感じになっていましてですね、単体マギアなんですけれども、まあスタンはおまけ程度で、攻撃力アップを自分で3ターンと、ここが必ずクリティカルが2ターンつくっていうことで、まあ少し耐久寄りにしてもいいのかなっていう感じで、 MP 獲得量アップをつけて、さらに加速させてマギアを打ってなんとかするっていうパーティーになっております。では1戦目いきたいと思います。はい、ではまず1戦目はここに行きたいと思います。3体編成で17万7000ですね。まあ、精神強化されてるのは八千代さんだけかもしれないんですけれども、アルティメットタイプが2人いると、まあ、状態異常系は食らない手なのと、まあ2人とも火力はしっかり出るキャラたちなので、そこだけ気をつけていきたいですね。まあ、八千代はここでシールド貼るとは思いますので、少し無視していきましょうかね。無視していこうかなと思ったんですけど、無視しましょうか。やっぱりうん、いいですね。さてどれぐらい食らう。13000、クリティカルが刺さってしまうと。八千代の攻撃力はまあまあ出てはいますけれども、ブラスト3発受けられるような感じではないと思いますので、少しばらつかせる感じにしましょうか。ディスクがどういうディスク来るかな。いいディスクですね。いいね、回避しましたね。ではここでマギア打ってもらいましょう。まあ、マギアの火力はそこそこ、まあ、出る感じにはなってますね。単体マギアなので、まあ、おそらくバフとデバフかかってるのあの火力なんで、まあ、大体3万ぐらいの火力だと思いますね。はい、では1戦目なんとか勝てましたね。では2戦目いきたいと思います。はい、では2戦目ここに行きたいと思います。4体編成で22万の編成ですね。まあ、新しい陣形で四つ角に置いていると、かなり面白い配置ですね。これはではアスカにデバフ打ちましょうか。タルトを倒せればそれでいいんですけどね。おお、2体とも行きましたね。さてここは2人とも高速になってくれれば嬉しいんですけどね。一応念のためこうしておきましょうか。2人とも高速は食らってくれると。
ではここはしっかりデバフをもうガンガン入れて、まあ、おそらく回避されない限りはここで抜き切れますね。回避があると、おお危ない危ない。まあデバフがあそこまで入ってるんで倒しきられるってことはないと思いますけれども、はい、あなたの勝ちです。はい、では2戦目終わりましたね。では次は3戦目いきたいと思います。はい、ではラスト3戦目はここに行きましょう。5体編成で28万7000のパーティーですね。おそらくココロが中央にいるということは吸ってくるのではないかなと思いますけれども、どうでしょう。吸ってきそうな感じですね。ではデバフを入れるとしたら、そうですね、心が大丈夫となるとブラストが全て飛んでくる可能性を考えるとここですかね。で一応狙う部分はこことメガネホムホムですね。当たってくれ、いいんですね。雲がかかってしまいますか、それはちょっと嫌ですね。倒しきられちゃうかな、倒しきられちゃいましたね。意外と楓が火力をかなり出してましたね今。ここはそうですね、鶴のを狙っていきますか。どうですか。おお、ここは座れないと。回避、で心に打って、まあクリティカルが出ればおそらく八千代さんでも倒せるはずなので、必ずここは打ちに行きましょう。意外といけましたね。若干残るかなと思ったんですけれども、4万ちょい出て生き来てくれましたね。回避等にも引っかからずラストまで勝ち切れましたね。はい、では3戦終わりましたけれども、どうでしたでしょうかね。まあ当然強い相手とはさすがに戦い抜くほどのステータスは持っていないので、相手を選別してでの戦いになってしまいましたけれども、まあ、以前はリオンちゃんをメインで使っていたので、まあ、今回はリオンちゃんには少しヘイトを向いてもらって、ほとりを残してほとりちゃんで何とかマギアを打ったりとか、自分の火力で何とか押し切ってもらってっていう戦いになったと思うんですけれども、まあ、マギアの必ずクリティカルですかね、まあ、かなりあれがやはり強くてですね、まあ、見ていただいた皆さんも気づいたとは思うんですけれども、やはり1ターンではなく2ターンっていう持続時間があるからこそ、まあ、レベル80止まりのほとりでもあれだけの火力を出すことができたのかなというふうには思いますね。ほとりちゃんを持っている方で、まあ、気になった方はぜひぜひ使ってみてください。では今日はこのところで終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。お疲れ様です。